サンドニ大聖堂のステンドグラスに描かれたシュジェール・シュジェールはフランスの宗教家、政治家、歴史家。フランス語ではスユジェ、サイと発音される。1081年頃にパリとサンドニの中間にあるアルジャントイユに生まれ、1091年10歳の時にサンドニ修道院に入る。そこで1094年に将来のルイ6世に出会い、学友として過ごす。 その後、大官として、修道院の省園の経営に携わったシュジェエルは、1122年に41歳で、サンドニ修道院の院長となると、修道院の腐敗の一層に取り組むとともに、大規模な改修に着手した。1136年には、最初のゴシック建築の聖堂であるとされる、サンドニ大聖堂の建設を開始し、聖堂は1144年6月11日に、 剣道された。政治の面では、シュジェールは、学友である、ルイ6世及びその子ルイ7世の2代にわたって、政治顧問として仕えた。ルイ7世に対しては、教育係を務めるとともに、ルイ7世が第2回十字軍に出征して、不在中の1147年から1149年にかけてはその摂政を務めた。シュジェールはまた、ルイ6世伝。 ルイナナ正殿をはじめとする歴史書を表したが、これはフランスの王室による中始事業の発端であり、これらは中世フランス史の第一級の資料であると評価されている。ありがとうございます。